どうもこんにちは、ウロンです。今回は先日発売されましたリンクブレインズパック2に登場したカードを使った6部集デッキ、こちらを作ってきたのでご紹介していきたいと思います。さて、リンクブレインズパック2にて新規登場した6部集モンスターは、この6部集の軍大将というモンスター、6部集モンスターを含む計2体のモンスターでリンク召喚することができ、リンク召喚成功時、手札のカードを1枚捨てることによって、自分のデッキから武士道カウンターを乗せることができるカード1枚を手札に加えることができる能力を持っています。まあ、主にこのカードの能力で手札に加えるのは6部の門かなと思います。まあ、6部の門の効果については後ほどご説明するとして、また自身のリンク先に6部集モンスターが召喚、あるいは特殊召喚された場合、自分自身に武士道カウンターを1つ乗せ、自分の場の武士道カウンターの数 ×100 ポイント自身の火力を上昇させる能力を持ってます。別にこれは何も自分自身に乗っている武士道カウンターの数じゃなくて、自分の場にある武士道カウンターの数 ×100 ポイント上昇してますので、仮に自分自身に武士道カウンターが1個も乗ってなくても、他のカードに武士道カウンターが乗ってればこいつの攻撃力っていうのは上昇させることができます。このカードの登場によって、今まで6部集のキーカード、中心のカードと言われた6部の門っていうのが簡単に手札に加えることができるようになりました。じゃあこの6部の門、一体どんなカードなのかというと、自分の場に6部集モンスターが召喚、あるいは特殊召喚された場合、自分自身に武士道カウンターを2つ乗せることができ、場の武士道カウンターを特定の数取り除くことによって何かしらの効果を発揮することができます。2つ取り除いた場合は、自分の場の6部集モンスター、あるいは支援モンスターの攻撃力をターンの終わりまで500ポイント上昇させる能力を、4つ取り除いた場合であるならば、自分のデッキあるいは墓地に存在する6部集モンスターを手札に加えることができる能力を、6つ取り除いた場合であるならば、自分の墓地に存在する支援と名付いたモンスター1体を蘇生することができる能力を発動できます。ちなみにこの効果の発動のために取り除く武士道カウンターは、自分自身でなくても他のカードに乗った武士道カウンターも取り除くことができますので、まあ6部集の軍大将っていうような武士道カウンターを乗せることができる新しいカードっていうのは、かなり6部集にとっては嬉しいのかなと思ったりはします。また、これらの効果はターン1制限がついていませんので、武士道カウンターが場にあればあるだけ、まあ、サーチ能力だったり、まあ火力上昇能力だったりというのを使用することができます。とにかく6部集を場にバンバン並べていって、ガンガン武士道カウンターを乗せていって、で6部の門の効果をガンガン使っていくっていうのが基本的な戦い方になっていくのかなと思います。つまり6部集デッキにおいては、この武士道カウンターを大量に貯める必要性があるわけです。じゃあ、実際どうやって武士道カウンターを大量に貯めることができるのか。実は手札1枚から、武士道カウンターを無限に貯めることができます。じゃあその手札1枚って何っていうと、まあ、皆さんはおなじみベイゴマックスです。このカード1枚から、無限に武士道カウンターを貯めることができます。ではやっていきたいと思います。ベイゴマックスを通常召喚、いつもは特殊召喚なんですが、ちょっと今回は通常召喚でやっていきたいと思います。で、ベイゴマックスの、通常召喚時スキルで自分のデッキから好きな、サード持ってきます。ここで竹トンボを置くで、風がいるから竹トンボ特殊召喚、竹トンボとベイゴマックスでオーバーリネットワークを構築、エクシーズ召喚、出てくるのはミスティングエクステイバー、インボーガーの効果を使って素材を1個取り除いて、自分のデッキから持続性のレベル4の戦士あるいは重戦士を1体特殊召喚します。キザルを特殊召喚、キザルの特殊召喚成功時スキル、自分の場に存在しない属性を持つ6部集モンスター1体をデッキから手札に加えることができます。今持続性が場に存在するので、持続性以外の6部集モンスター1枚を手札に加えることができます。ここで6部集の新鋭を手札に加えます。キザルとインボーガーを使ってリンク召喚、ここで出てくるのは、あれですね、イゾルデです。じゃあイゾルデのリンク召喚時能力で、自分のデッキから好きな戦士モンスター1枚を手札に加えます。ここでは火撃を加えてください。そしたらイゾルデの能力、自分のデッキから装備マジックを好きな枚数だけ墓地に送って、送った枚数と等しいレベルを持つ戦士モンスター1体を自分のデッキから特殊召喚します。ここで3枚送って発明を特殊召喚、そしたら今墓地に送られた執念の剣の能力と6部数の新鋭の能力が発動します。執念の剣は強制効果なんで、チェーン1チェーン2ですね。6部数の新鋭は、自分の場に影6部集モンスターが特殊召喚された場合、手札の自身を特殊召喚することができます。そして、執念の剣はデッキの中に返ってきます。6部集の新鋭とイゾルデを使ってリンク召喚、6部集モンスターを含んだ計2体のモンスターを出すことができるのは、6部集の大軍将、じゃない、軍大将。6部集の軍大将のリンク召喚時スキルで、手札のカードを1枚捨てて、自分のデッキから、6部の門を持ってきます。武士道カウンターを乗せれるカードですね。はい。
で、6部のもそのまま発動しちゃいましょう。そしたら、6部集初めの能力を使います。バカ墓地の6部集モンスター2枚をゲームから除外することによって、自分の墓地に存在する6部集モンスター1体を特殊召喚します。ここで6部集キザロを特殊召喚します。軍大将のリンク先に特殊召喚ですね。で、軍大将のリンク先に6部集が出てきたんで、カウンターが1個乗って、6部集が出てきてから6部のもにカウンターが2個乗ります。で、キザロの能力、場に存在しない属性を持つ6部集モンスター1体を手札に加えます。今チトン水がいるので、地属性水属性以外の6部集を1枚手札に加えることができます。ここでは炎属性の水穂を手札に加えます。そしたら初目とキザルを使ってリンク召喚、出てくるのはまたしても軍大将、6部集モンスターが出てきたから、6部の門に2つ、軍大将のリンク先に6部が出てきたから、また1つ軍大将に乗ります。そしたら6部の門の能力4つ取り除いて、自分のデッキから、6部集の過激を持ってきます。新6部集過激ですね。で、新6部集過激は自分の場に6部集モンスターがいるならば手札から特殊召喚することができます。で、また過激が出てきたから6部の門に2つ、リンク先に出てきたから軍大将に1つと。そしたら6部の門の能力でカウンターを4つ取り除いて、またしてもデッキから6部集の過激を手札に加えます。過激じゃね、さっきからキザンじゃん。キザンですね、すいません。はい。で、6部がいるからキザンを特殊召喚で、6部の門にカウンターが2つ取ります。キザン2台で、リンク召喚、これです。はい、軍大将です。リンク先に出てきたから1つ乗って、6部が出てきたから2つ乗ります。そしたら、6部集の軍大将2体を使ってファイアウォールドラゴンをリンク召喚。6部のもの能力使います。カウンターを4つ取り除いて、自分のデッキから好きな、デッキか墓地から好きな、6部集を手札に加えます。キザンを手札に加えて、自分の場に6部がいるから特殊召喚。カウンターが各々に乗って、6部のもの能力、カウンターを4つ取り除いて、墓地からまたしてもキザンを回収。6部がいるからキザン特殊。はい、はい、カウンターが2個乗る。そしたらキザンとキザンでリンク召喚。ここで出てくるのはトロイメアゴブリンです。よしと。まあ、左右のリンクマークありゃ何でもいいかなってとこですかね。で、ファイアウォールドラゴンの能力、リンク先のモンスターが墓地に送られたので、手札のモンスター1体を特殊召喚することができます。ここで、6部集、水穂を特殊召喚。で、6部が出たからカウンターが乗ります。6部の門の能力、4つカウンターを取り除いて、今度は自分のデッキから市内を手札に加えます。6部集の市内は自分の場に水穂がいるならば、手札から特殊召喚することができます。この時は、軍大将のリンク先に出してください。で、軍大将のリンク先に出てきたからカウンターが乗って、6部が出てきたからカウンターが乗ります。6部のもの能力、カウンターを4つ取り除いて、自分のデッキからまたしても市内を手札に加えます。水穂がいるから特殊召喚、6部が出てきたからカウンターが門に乗ります。そしたら6部集の、水穂の能力を使います。場の6部集モンスター1体をリリースすることによって、場のカード1枚を破壊することができます。ここで水穂自身を破壊します。そしたら、6部集の、市内の能力を使います。このカードがリリースされた場合、自分の墓地に存在する市内以外の6部集モンスター1枚を手札に加えることができます。ここで、破壊された、今破壊された水穂を手札に加えます。そしたらまた、場に市内がいるから水穂を特殊召喚、6部が出てきたからカウンターが2つ乗って、カウンターを4つ取り除いて、自分の墓地から市内を回収。水穂がいるから特殊召喚、リンク先に出たから1個乗って、6部の門にも2個乗って、で、水穂の能力使って市内をリリースして水穂自身を破壊。市内がリリースされたことによって、市内の能力で墓地の水穂が手札に返ってくる。で、場に市内がいるから特殊召喚、ゲートウェイに2つ乗ります。そしたら6部の門の能力使って4つ取り除いて、墓地から市内を回収。水穂がいるから特殊召喚で、軍大将のリンク先に出たから軍大将と、6部が出てきてから6部の門に2つ乗ります。水穂の能力を使って市内をリリース。水穂自身を破壊。市内の能力、リリースされたから水穂を回収。自分の場に市内がいるから水穂を特殊召喚、ゲートウェイに2つ乗ります。で、6部の門の能力を使って2つ取り除いて、墓地の市内を手札に加えます。で、水穂がいるから市内を特殊召喚、リンク先に出てきたから、1個乗って、6部の門にも2個乗って、で、また水穂の能力でってやってやると、まあ見てわかる通り、無限にこうやってね、カウンターを乗せることができるわけです。はい、こいつに。で、さっきも言ったんですけど、この6部種の軍大将は場の武士道カウンターの数かける100点自身の火力を上げるので、まあ、こいつに無限個カウンターをね、この手順を無限回繰り返してやれば、こいつに無限個カウンターが乗るんでね、まあ攻撃力無限にすることができるわけです。で、まあ攻撃力無限にしたら怖いものなしなんで、これで殴ってあげてもいいし、まあ相手の場になんか裏守備モンスターとかたくさんいるようだったら、例えばじゃあ市内水穂を使って、ポシブシャドウになって、で、6部の門の能力使って、まあ、キザンを
回収して、で、まあ、それぞれ特殊召喚して、ほんで、これをロンゴミアントにして、で、ゴシップシャドウの能力でロンゴミアントの下にこれごとガバッて入れてあげて、ロンゴミアントの能力で相手の場のカードを吹っ飛ばしてあげれば、まあね、確実に攻撃力無限の、そう、無限の攻撃力で殴ることができるという感じになります。はい、デッキレシピこんな感じになってます。説明文の方にも記載しておきますので、画面の方が見づらい方はそちらも参照していただけたらと思います。触れてないカードは強いて言うなら過激ですかね。召喚成功時、手札の6部衆モンスター1体を特殊召喚することができます。以上です。まあ一応他にもね、場に他の6部衆がいると火力が上がるよみたいな能力もあるにはあるんですが、まあ多分このデッキではほとんど使わないでしょう。はい。あとは装備マジック、これらにした理由を簡単にだけ言っておきましょう。まず月神の盾と執念の剣は、仮に手札で消えてしまったとしても、デッキの中に戻すことができるということで、採用しました。それからリビングフォッシルですね。墓地のモンスターを、効果を無効にして蘇生することができる、装備マジックになります。これは素引きしてしまっても、まあ、これプラスランク3を作ることができる札プラス手札1枚から、無限に武士道カウンターを乗せることができる動きっていうのをすることができるので、まあ、試していただければわかるんですが、することができるので、これにしましたと。なんで、まあ、どれもこれも万一引いてしまってもきちんとね、動けるように、なってますので、割と無限にカウンターを乗せることっていうのは難しくないのかなと思います。まあ、それぐらいですかね。で、エクストラデッキは一応こんな感じになってます。インスタントフュージョンから出すレベル3のモンスターと、あと今回使ったエクストラだけをババッと乗せました。あと必要だと思うものを各自入れてくださいっていった感じです。いかがでしたでしょうか。まあ、6部衆といったらぐるぐるっていうイメージが私なんかはあったりするのでね。なんかイメージ通りのぐるぐるですかね。本当に。うん。まあ、大会とかで活躍してるのかな、するのかな、わからないですが、まあ、6部衆ファンはかなり多いと聞きますので、皆さんもこれをきっかけに6部衆もう一回組み直してみる。あるいは、組んでみるっていうのもありだと思いますので、自分なりの6部衆デッキ作って楽しんで遊んでみてはいかがでしょうか。では、ここまでのご視聴誠にありがとうございました。この動画に対して何かありましたら評価やコメント、チャンネル登録等していただけますと非常に嬉しいので、よければお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ウーロンでした。さよなら。